こんにちは、ドクターネックスです。さあ、ボスラッシュ、やっていきたいと思います。地属性。もう完全に初見です。敵も把握できてません。まあ、味方連れていくか。心、松木様連れていくか。あ、紹介してなかった。協力はチャッピー済み。アイゼンは必殺済み。ネリエルは設置でいけるかなって。あ、ここ避けられそうだな。オートになってる。はい、余裕っすね。ノイトラ、こいつの必殺技食らったらあかんな。さあ、アイゼンの必殺技一撃で倒せるか。必殺技レベル3。いや、ちょっと攻撃してからにするか。余裕でした。それで終わりか。29秒。今回離れてるんだけど、次は地属、心属性いこうと思うんで、今度は地で。この前頑張って、関一。ダイソン要員誰にしようかな。めんどくさいからネリエルのまんまでいっか。で、チャッピー攻撃32。チャッピーに金チャッピー。金チャッピー多属性でも攻撃15がついてると 33% アップなんですよね、攻撃力。そして通常25を組む。室ヶ谷君はもともと冷圧 50% アップ、攻撃30アップ。先ほど紹介しなかったね。ついてねえし。クールタイム短縮ガン積みだった。はい。心、誰が出るかもしらん。まあダイソンのタイミングさえ間違わなければいけるはず。これも食らったら死ぬな。危なかった、ちょっと早めかなと思ってしまった。ああ、これも食らったら死ぬわ。まあもうこれでおしまいだわな。ウルキューラの必殺技出すことはないでしょう。ちょっと短めなんだけれども、逆に、一気にいけるか、ボスラッシュ。今回一気にいってみるか。次は力属性なんで、いつものごとくナメプ1人。楽しくやろうぜ。食らった今。マックスになりましたね。これはかわせない、かわせないんだけど、てかもうずっと攻撃ボタンに指を打つときは終わるかも。麻痺とかしねえしな。もう避けもしない。僕一人で十分だ。次即技か。技1リルカリルカか。いやリルカは技1号につけときたいな。こうするか。あ、外れたと思ったけど戻ってる。通常特化にしないときついかな。もうわかんないけど、そして敵も知らないけど、これ掴む。ここは味方連れてきたいな。始めようぜ。お、避けられた。あれ、そんなに範囲狭かったっけ。全然正直よけ、クッカプーロこれまた避けられてしまった。属性違ってもいけんのかな。いけたさあ最後どうかな。ノイトラだけでいけっかな。早パチくんがいけんならいけんじゃないとか思っちゃうんだけどな。でも当たって麻痺とかするときつそうだけどな。抜いたら連れてこ。チンタラすんなよ。食らってる。ちょっとしっかり回復しておきたい。避けられたかなと思ったんだけど。バラが弱体食らったらやばくね。もう開幕でダイソン使えばよかった。サークなんだここだけなんかすごいエスパーだ。あら俺の攻撃当たってない。はい、今までね動画一個一個してたこともありましたけど、もうついに一つの動画でキュッと縮まってしまいました。これにてボスラッシュ全属性終了ということはここですな。はい、筆ゲッツありがとうございました。今回はここまでです。以上ドクター熱血でした。お疲れ様でした。